博士、私のベストなボール、何でしたっけ？そうですね、今日のボールフィッティングで分かったのは、うん、ですね。皆さんこんにちは、Pラーニングの時間、改めボールフィッティングの時間です。皆さんの楽しいゴルフライフをボールの知識で応援する本企画、本日はですね、リーコでボールフィッティングをしていきたいと思います。わーい、博士、オープニング珍しいですね。そうですね、はい、珍しくやらせていただいてまあ、ボール選びのね、はい、重要性っていうのをこれまでお話ししてきたと思うんですけど、うん、まあ、その中でボルジストによるボール選びのイベントっていうのがたくさんあるんですけど、うん、いくつかありました。はい、まあ、その中でもね、今回ボールフィッティングっていうのを実際にリーコにやってもらおうと思ってます。まあ、それで興味持って、ね、うん、持っていただければなと思ってます。皆様、何を隠そう、私初めてです。めちゃくちゃ楽しみです。博士、ボールフィッティングについて説明お願いします。はい、まあ、その名前の通りですね、うん、まあ、自分に合ったボールっていうのを見つけていただくっていうイベントになってるんですけども、うん、はい、その開催場所とか、まあ、その時々によって、うん、まあ、やる内容って若干違うんですけど、うん、まあ、基本的には、まあ、弊社のボールですね、うん、まあ、いくつ最新のボールを打ってもらって、まあ、ドライバーとかアイアン、はいはい、アプローチに至るところまでね、まあ、打ち比べてもらって、まあ、計測器でね、測っていくっていうような、そういうイベントになってます。うん、なかなか同じ環境で何度もボールを打ち比べられるっていう機会はね、なかなかないと思うんですけれども。そうですよね。まあ、はい、ボール、クラブもあるんだけども、まあ、ボールは割とないなっていうのがあると思います。計測器では何を測るんですか？そうですね、以前話した首の3要素、うん、はい、まあ、初速、打ち出し角、うん、バックスピン、はい、まあ、この辺のところはもちろんなんですけど、まあ、計測器使ってるので、うん、弾道の高さだったり、うん、まあ、落ち際のどんな状態だとか、そういったところも見れます、はい、まあ、飛距離ももちろんね、見れます。なるほど、距離を出すにはバックスピン量が大事だというお話が前ありましたね。そうですね、はい、そういったところも、はい、注目して、うん、やっていくっていうことになります。はい、じゃあ早速やってみたいと思います。はい、ナイスですね。次は、はい。
じゃあアプローチも紹介してみたいと思います。まず今使ってる DJR から行きます。お、うん、どうですか、うん、普段使ってるいつもの感じで上がりましたね。うん、ポーンと上がってくれるイメージが。そうですね。はい。じゃあ、XS も置きましょう。どう？腕玉は？DJRより少し低め？そうですね。スピンタイプのボールは、やっぱり、アプローチでもスピンがかかるので、低く出るっていうのが、ちょっと特徴的かなって。はい。ということで、博士、私のベストなボール、何でしたっけ？そうですね。今日のボールフィッティングで分かったのは、XS ですね。はい、クセですね。はい、まあ、ドライバーショットでもね、スピンも適正なところにありましたし、まあ、アプローチとかアイアンとかやってもらったんですけど、まあ、そこでも適正なところにね、ボールのスピン量とかね、あったんでね、やっぱりプレーしやすくなると思いますので、XS がいいんじゃないかなと思います。こうやってね、データで出していただけると、自分の状態っていうのを数値で把握することができるので、すごく分かりやすいなと思いました。で本当にボール打ち比べてみましたけど、それぞれで本当に結果が違ってきたので、とっても納得感のある、フィッティングだったなぁと感じました。18ホールにね、すべて関わるギア、ゴルフボールですので、ぜひぜひ、このボールフィッティングしてもらえたらなと思います。そうですね。まあ、前回ちょっとお話しましたけど、うん、まあ、このボールフィッティング以外にもね、はいはい、ボールナビっていうのも、うん、まあ、弊社はね、準備してるので、まあ、インターネットからね、気軽にできるんで、やっていただければなと思います。それでは次回もお楽しみに。